1952年のジャイアンツ投手陣。別所武彦33勝13敗、防御率 1.94、153奪三振。33勝で最多勝を獲得した別所が MVP に選ばれました。大友匠、17勝8敗、防御率 2.25、120奪三振。松田清、13勝7敗、防御率 3.17、71奪三振。藤本秀夫、16勝6敗、防御率 2.36、89奪三振。この年のジャイアンツは83勝37敗でリーグ優勝、日本シリーズでも南海を破り日本一になりました。